今日は先発金子、4試合連続完封のかかったゲームだったんですが、立ち上がりワンアウトランナー3塁1塁で4番の山崎武史をスライダーで三振に打っております。ツーアウトになってバッターは草野、内側まっすぐ素晴らしいボールでした。そしてバファローズはランナーを置いてバッター後藤、左中間へのツーベース、あっという間の先制に、バファローズが1点先制します。さらに4番カブレラ、今度は引っ張りました。この打球がレフト前、後藤がホームに帰ってきます。2点目、2対0とします。2回です。バルディリスがライナー性の打球、第6号のソロホームラン。これで3点目。今バット触れてますね。いや本当にね、はい、いい感じで振ってますよね。さらにランナー2人置いて T 岡田、滞空時間の長いホームランは第21号。このスリーランホームランで7対0。さらに3回ノーアウト2塁3塁でバッターは後藤、この打球がタイムリーヒット、ランナー2人が帰ってきました。これで9対0、完全にバファローズのペースで試合が進んでいきます。さらに T 岡田、難しい低めのシュートボール、ライナー性でボールを運んでいます。第22号のソロホームラン、これで10対0。そして4回金子のピッチング、緩いカーブを鉄平がうまく持っていきます。ノーアウト2塁、4番の山崎武史がセンターの右へタイムリー、金子が1点を失いました。これで10対1。さらに2アウト満塁と楽天にとってはチャンス、この打球高いバウンド、キャッチャーゴロ、鈴木がボールを取って1塁へ悪送球になりました。満塁からランナー3人がホームに帰ってきます。これで10対5。少しこのゲームの雰囲気が変わってきましたね。いやちょっとね、嫌な雰囲気になりかけましたけどね。はい、まあ、ここはミスが出ました。ただしかしバファローズは鈴木をセカンドに置いて、バルディリスが三塁線を破ります。そのタイムリーツーベース、この1点が効きました。11対5。そしてこの打球、鉄平の打球がレスターからホームラン。11対7、4点差。9回は岸田がマウンドに上がります。最後はリンデンを三振に打ち取ります。結局11対7、バファローズが楽天を下しています。